はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。では今回は源平合戦源の頼朝編続きをプレイしていきたいと思います。現在1181年6月になっています。前回は遠江まで進出した頼朝軍に対して兵士が木曽義仲軍を撃破して進撃し激突したんですが、1回目は兵士軍の圧倒的な兵力の前に敗北、2回目は兵士の水軍の前に敗北といいことなく終わってしまいました。なので時間を巻き戻して頼朝軍の方も戦略を見直しています。簡単にご紹介しましょう。まずですね、圧倒的な兵士の兵力、これに対抗するために増兵を2万雇いました。増兵の兵質も100まで上げています。これマックス値ですね。これでなんとかね、兵士軍と大軍を増兵で迎撃していこうと、まあそういう作戦になります。では内政を進めていきたいと思います。まあ主な項目はやっぱり外交ですね。動員兵、つまり兵器、正規兵を多くする、まあ手っ取り早い手段が官位をもらうことなので、これでしっかり官位をもらうために朝廷に対して働きがけというものをしていきます。一気に20上げていきましょう。金4000を貢ぎます。これで有効度が90まで上がるはずです。ではその他の内政こなしておきます。まずは人事、捕虜でそろそろで梶原の景時、これ鎌倉殿の13人の中では中村獅童さんが演じるようなんですけども、優秀なパラメーターを持っているので、できるだけ早くで、この梶原の景時も頼朝の家臣団に加えたいんですよね。で続いて治安が多少悪化してますので、武将を使って治安の回復を行います。残ってる武将は全員軍事訓練に入ってもらいましょう。これを繰り返して兵士が進撃してくるのを待ちます。朝廷から頼朝の家臣団に対して官位を授けてもいいという許可が入りましたね。ここまでのもう功績値の高い2人選べるようです。義経は兵力今500しかないので、これ5000までアップさ、1000までアップできるのは嬉しいですね。あとは、時政。これもね、決して武力が高い武将ではないんですけども、しっかり鎌倉で内政を頑張ってくれた、まあ、その回あった、この回、授与ですね。では、その他宝を授けて、内政に戻ります。では、これ森が攻め込んできましたので、これを迎撃する軍を編成しましょう。まずは兵数が高くて、兵力も多い。常種は入れたいですね。弁慶も入れたい。義経は残念ながら兵力1000から500から1000にまだちょっと増えてないですが、まあ、義経も入れましょう。とにかく戦闘力の高い武将で固めていきます。本当だったらね、北条義時とかを入れて、大河ドラマにリンクさせたいところなんですけど、義時がね、残念ながらその武力っていう意味ではそこまで優秀な武将ではないので、まあ内政向きの武将ですね、義時はね。では、出陣です。敵の大将は平宗盛です。夫人ですけども、義経はやっぱりね、兵力少ないので、ちょっと後ろに下げましょう。で、そういう意味では同じくですね、弁慶も兵力少ないので、後ろに下げます。義経の兵質は71と、まあ、それこそ、兵力こそ少ないんですが、精鋭になっていますね。では、合戦前のやりとりから見ていきましょう。宗盛4700。
この4700だけで頼朝軍の正規兵に匹敵する数になってるから怖いですよね。では短期がけで義経を派遣、なんとか敵を撃破したいですね。あとは誰が出てくるかというところですが、乗り常ですね。平の乗り常が出てきました。武力100同士の一騎打ちか。これも完全に運勝負になるんですよね。なんとかここで乗り常を撃破しておいてくれると、先々の戦いが少しでも楽になるんですけどね。優勢に進んでくれれば、最後の押し合いでも、なんとかなるかな。持ってかれた。ちょっと時間巻き戻してきまーす。これのりと3度目の戦いでーす。さあ、ここからの押し合い。勝った。ギリギリですけど、今度は1ミリ差で義経が勝ちましたね。これで、コレノリの正規兵1800が消し飛びました。出撃しまーす。宗盛を捕獲、撃破に成功でーす。まあ、増票をひたすらに鍛え上げた甲斐があったというものですね。では減った兵力を補うために弁慶を使って増票を再び集めましょう。でさらにやっぱりね、梶原の景時、彼は欲しいので、何度でも通い詰めて口説き落とします。よし、景時が配下に加わりましたね。続いて平の時忠軍が尾張から遠江へ攻め込んできました。これ撃破していきましょう。お、義経が900に兵が増えてる。これ嬉しいな。では義経もちろん出撃させていきましょう。義経の兵力も増えましたからね。義経を前面に出して戦っていきたいかな。義経のなんといっても兵質高いですからね。いや、それにしても兵士の軍勢は毎度毎度多いな。こちらはまた義経にかけましょう。なんとか義経で敵の武将を撃破してもらう。出てこないか。できればここでね、敵と戦っておきたかったところなんですけどね。武力はそれほど高い武将はいないですね。兵質も決して高くはないので、まあ、ワンチャンあるかなっていう感じですね。では合戦でーす。これ見る限り頼朝がちょっと前に出すぎてるので、
ちょっと頼朝は回避にしましょう。頼朝がやられるともうそれで終わってしまうので。頼朝を若干下げます。むしろ頼朝をちょっとね、その、おとりに使うぐらいでもいいかもしれないですね。溶かしきれれば、溶かしきれなかったー。溶かしきれなかったー。ちょっとまた時間巻き戻しですね。ここをしのぐのが本当にきつい戦いの連続というところです。よし、あとは時忠だけになりました。頼朝は最高峰にいるのでこのまま突入でいいですね。よし、なんとか最後は時忠を捕らえました。いやー、何回やり直したかわからないですけど、無事になんとかね、遠江を守りきることに成功しましたね。いや、これ森時忠、まあみんな強かったですけどね。まあローに繋いでおきましょう。まあ時期が来れば全員処刑をして、その官位を返してもらいましょう。はい。では無事に、まずはね、兵士の大群、二つを撃破することに成功しましたので、一旦今回はここまでにさせていただきたいと思います。ただ、兵糧もお金もあんまりない状態なので、いや、この先がちょっと思いやられるなぁという感じはします。伊豆に関しては兵糧も金もない。鎌倉は、もう同じだなぁ。どこもは干上がってますね、完全に。まあ、これをなんとか乗り越えて、金を再び、遠江、まあ、つまり最前線に持ってきて、兵士を集めて、兵力を集めて、上洛戦を再開したいと思います。では、今回はここまでにさせていただきます。